あ、君は。あ、うん。あ、待って。真由紀さんだろ。待ってたんだ、俺。ここにいれば君に会えると思って。昔のまんまだよ。そう、ちゃんと覚えてたんだ。丘にある大きな木も、この川の水も、季節ごとに変わっていく草木も、雨になるとドロドロになっちまう道も、わらぶき屋根の甘い匂いだって全部覚えてる。君たち以外のことはね。ま、俺のふるさとみてえなもんだから。ずっといてほしいです。そうだな。何十年かして、年取って隠居になったら、この村で昼寝して過ごしたいな。何十年。お、こりゃ、一雨来るな。私、帰ります。ああ、俺送ってくよ。いえ、大丈夫です。失礼します。あ、真由紀ちゃん、竜王め、ようやく気づいたようじゃ。これは戦技が必要じゃな。戦技？他の族長と？珍しいね。お主らが結界を解いて武蔵を導いたのはとうに分かっておる。だってさ、どれ、行ってこようかい。怒ってるよ、竜王様。ええ、並木様は？母様も気づいてると思う。怒られる前に逃げてきちゃった。スズメちゃんやユキちゃん、どうしてるかな。後で様子を見に行ってみましょう。ナミお姉ちゃん、これからどうすればいい。今、私たちにできること、オサたちの目に触れる前に武蔵の奴をかくまうこと。ひでえ雨だ。まるでスコールだぜ。誰？スザクさん？どうしたんだい？こんな土砂降りの中で。スザクさん。気がついた。君が脱がしたの？濡れたまんまじゃ風邪ひくだろ。そうだけど、何もパンツまで脱がすこと。気にすんなよ、別に男の裸なんて珍しくもねえし。そんな、第一君こそびしょ濡れじゃないか。いいんだよ、僕なんか。どうしちゃったんだよ、さっきから朱雀さんらしくないじゃないか。僕が守るから。スザクさん、やんでる？話し合いはついたのかな。なんで俺がここに隠れてなきゃ。本にたわけた孫よの。じいさん、いや、なんかちょっと違うような。うん、うわ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 
刺し、わしの孫を抱いた感想は。なんで浮いてんだよ。我々は人間が妖怪と呼ぶ精霊の種族でな。わしは風部の長、仲間内では天狗とも呼ばれておる。妖怪だ？天狗？いきなり理解しろと言うても無理じゃろう。ま、わしの話を聞け。この里はお主ら人間とわしらの種族とが共生しておる隠れ里じゃ。我が長谷部の他に柿部、氷部、元入部という4つの種族があり、それぞれに長がおるが、まあ争いごともなく平和に暮らしておった。人間はというと、長い年月の間にお前のばあさん一人っきりになってしもうたがの。そして4つの種族にはそれぞれ姫がおる。これはお主もよく知っておろう。4人のお姫様って、まさか。私たちですわ。僕たち3人と、あと真雪。え、君たちが妖怪だなんて。何を言い出すかと思えば。バカバカしい。嘘だよな、そんなこと。お願い、嘘だと言って。このわしが妖怪でなければ何に見える？わかった。信じてやるよ。あんたたちは妖怪です。はい。わかればよろしい。記憶はわしが消してやろう。今すぐここから立ち去れ。この村で見たこと、したこと、聞いたこと、すべてなかったことにして、二度と戻ってくるな。ちょっと待ってくれよ。この村で見たこと、したことをすべて忘れるなんて、そんな、嫌だ！なんと！あの子たちを忘れるなんて冗談じゃねえ！まっぴらごめんだ！武蔵！お主のためを思って言っとるのがわからんのか！死んでも忘れられるもんか！やむを得ん。少し痛い目を見ることになるが。スズメ！今の武蔵の一言で決心がついたよ！おさたちが何と言おうと、武蔵には指一本触れさせない！何をバカな。天狗様、お願いです。あんずたちからお兄ちゃんを取らないで。お前たち、自分のしていることが分かっとるのか。分かってるよ。初めに金を破ったのは私たちです。いずれこうなることは覚悟していました。バカ者、事態はお前たちが考えておるほど甘くはない。もう時間がないんじゃ。間に合わなんだか。答えは出たようだな、天狗殿。お父様。リオ殿、そやつを引き渡してもらおう。お父様、お許しください。娘を水物にされた恨み、八つ裂きにしても足りぬわれ。母様。ハズが自分で決めたことだもん。傷物なんてひどいよ。アンズ、そこをほどきなさい。いや。声はそれとも。真雪の母様は。しずき殿も我らの決定に従うと言っておる。もう諦めるんじゃ。たとえ王者たちの決定でも武蔵は渡さない。無駄なこと。飛んでる。何しろスズメちゃんは天狗様の孫ですから。そうでした。いずれ捕まるだろうけど、逃げられるだけ逃げてやる。いいね、みんな。アンズたちはいいけど、ユキちゃんはどうするの？マユキは、こういう騒ぎには耐えられないと思う。でも、後で知ったらもっと悲しむよ。大変なことになっちゃうよ。マユキちゃんって、そんな問題児なの？前に、お兄ちゃんがこの村からいなくなっちゃった時、ユキちゃん、いっぱいいっぱい泣いて、村中を氷漬けにしちゃったの。氷漬け？だってユキちゃん、雪女だもん。天狗の次は雪女かよ。ちなみに、アンズは座敷わらしで、ナミお姉ちゃんは竜なんだよ。なんかクラクラしてきた。竜巻が追ってくる。母様相当怒ってるよ。みんなしっかり捕まって。
りすぎではないか。あれ式で参るようなら我が娘とは思わん。やはー、焼け死んじゃうよ。大丈夫、僕たちが守るから。そんな、とってね、しっかり諦めちゃダメよ。武蔵様、武蔵様、ご無事で何よりですわ。君たちは前にどこかで。あの夢で見てたのは君たちだったのか。ようやく思い出してくださいましたのね。あの時何をしたか覚えてる？確かお互いの血を舐めて。そう、それが婚約の印だったんだよ。婚約？それが私たち種族の掟。約束したんだもん。それも4人全員とね。はい。つまり俺は4つの種族のお姫様とそれぞれ婚約を交わしちまったわけか。そういうこと。掟は絶対じゃ。向こう取り合って種族同士が争うことだけは避けねばならん。族長たちの話し合いでお前の記憶を消し親と共に追放することに決めたのじゃ。子供のしたことだろ、むちゃくちゃだ。しまった。何すんだ、話せジジイ。最後にもう一度聞く、記憶を消してここを立ち去る気はないのだな。いやだ。お兄ちゃん。お父様、武蔵さんをどうするおつもりですか。いかにわしでもこの里で育った者に手をかけて殺すには忍びない。ここに貼り付けにしたまま眠らせることにした。そんな、ひどいよ。お兄ちゃん人間なんだよ、死んじゃうよ。おじいちゃん、なんとかならないの。もう決定したことじゃ、どうにもならん。そんな、いや、武蔵様が死ぬ、そんなこと。真雪、ゆきちゃん、ダメだよ真雪。いや、武蔵様、死ぬ。いかん、竜王殿、マイキを押さえ。だから言わぬことではない。このままでは世界が凍りついてしまうぞ。天狗様。ほう、しずひ殿、以前と同様に早う真雪を。娘の心は固く閉ざされてしまいました。なんと。ああなってしまっては私の手にも負えません。幼い自分でもあれだけの力を発揮した娘じゃ、お主の手にも負えんとなるともはや打つ手はないではないか。あるとすればただ一つ。それは。本当にいいんすか、真雪ちゃんと。その、はい、どうか真雪を救ってやってくださいませ。あの子はこのような並外れた力を持つがゆえに皆から気を使われ、あるいは疎まれて育ちました。姉妹同然の姫たち以外で真雪が心を開くことができるのは武蔵様しかいないのです。まさか母親から娘を抱いてほしいと頼まれるなんて、複雑な気持ち。あ、それじゃあ武蔵様、真雪のこと。嬉しい、夢みたいです。武蔵様、いつまでも真雪と一緒にいてくださいね。そうだな、何十年かして年取って隠居になったら。
佐々木武蔵に関する騒動のあらましはこれで全てじゃ。お集まりの衆、あとはそれぞれの判断にお任せする。魂の色を持ってその意思を示してもらいたい。武蔵を里に残しても良いというものは赤、やはり追放するべきだと思うものは白じゃ。よし、動くなよ、ひーふーみー。どうするか、こりゃまた難儀な。まだあげてないものおらんか。あの、うん、私がまた。ゆきちゃん、やっと、これで決まるだ。さあ、氷辺の姫。はい。真雪、嘘だろ、間違いなんだろ。真雪、いいのか。はい。どうしてお兄ちゃんと会えなくなっちゃうんだよ。武蔵様の人間としての貴重な、あまりに貴重すぎる未来を私たちがむしり取ることはできません。武蔵様の未来、お兄ちゃんの貴重すぎる未来。人間は私たちと違ってほんの数十年の歳月で老いて死んでいくんです。ですから私は よく寝た。おっかしな夢だったな。さてと、そろそろ行くかい。まさかね。今は夏だぜ。